安倍川の支流のほとりに立つ玉川小学校です。ここで昔ながらのおやつを子どもたちに教えている人がいます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。静岡市の中心から車で30分走った山里に玉川小学校はあります。月に一度地元のおやつを子どもたちに食べさせる会が開かれています。リーダーは白鳥美智子さん。お孫さんがこの小学校に通っています。うまくできましたか？ありがとうございます。山のお餅です。山のお餅ですか？はい、はい、で葉っぱはクズの葉で使いました。でやっぱり今頃の季節ですとやっぱりクズの葉ですよね。へー、クズの葉なんですね。はいはい、はい、じゃあクズの葉を使ったお餅、はいはい、なんていう名前ですか？これクズの葉餅って言いますね。クズの葉餅、はい、これがクズの葉、秋の七草の一つです。昔は暑さよけにいいと葉っぱごと食べたそうです。玉川では10年ほど前までクズの葉でくるんだ餅を5月の節句や七夕などに作っていましたが、今では作れる人が少なくなってしまいました。子どもたちにはこれを食べてどんなことを分かってほしいですか？そうですね、やっぱりこの土地のものですので、うん、やっぱり美味しいなと思ってほしいですね、はい、紫芋とお茶で色をつけ、あんこも手作りです。やっぱりね、クズの葉のちょっと野生の匂いがしますね。うん、うん、あったかくて美味しいですね。うん、自分たちも小さなお団子作りを体験した後、クズの葉餅を食べます。伝えたいのはどんなことですか？山いいなってとか、うん、自分たちで作ったもの美味しいなとか、そういうものですね。それがこうおやつに化けるっていうのか、はい、常に思ってます。おやつが山里の話とともに子どもたちに伝えられていきます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。